こんにちは。急に雨の日が続くようになりました。雨の中買い物にも行きたくないので、でも何か作りたいなと思い、先日オーストラリア出身のアンデリーさんから送っていただいたレシピを見ていたのですが、お家であった材料で作れるジンジャービスケットを見つけたので、今日の動画ではジンジャービスケットを作りたいと思います。私にとって生姜は料理に使うもので、お菓子に使うという発想が今までなかったのですが、イギリスに留学してた時に初めて食べてとても美味しかったので、今日は自分で作ってみるのを楽しみにしていました。まず卵とバターを室温に戻します。バターは1/2カップと書いてあったのですが、1/2カップ分用意した後、レシピの続きをよく読むと、砂糖1カップ、小麦粉3カップと続いて、これはかなりの量のビスケットができてしまうぞと思い、半量にすることにしました。レシピは下に書いておきます。続きまして、セルフライジングフラワーです。日本には売っていないので、薄力粉に 3.6% 分のベーキングパウダーを混ぜて代用します。今回は薄力粉を 1.5 カップ、重さを後で測ると 138g だったので 5g のベーキングパウダーを混ぜました。ちなみに今はバターを練っているんですけど、まだ硬かったので先に卵を割ることにしました。そろそろバターが柔らかくなったかな。まだちょっと硬いですが、今のは夏なので混ぜてるうちに柔らかくなるかなと思いました。砂糖を 1/2 カップ投入です。砂糖とバターを泡立てたことはあったけど、こうしてすり混ぜるような方法でお菓子を作ったことがあまりないので、混ぜ終わりの見極めが難しいなと思いました。砂糖とバターがよく馴染んだかなというところで、溶き卵です。3回に分けて加えました。卵は分離しそうで怖いですよね。卵がきれいになじむと嬉しいです。これからメープルシロップ1/2カップを温めます。シロップとあったのでメープルシロップではなかったかもしれませんが、多分大丈夫でした。沸騰したら重曹を加えます。もこもこっと泡立ってきて面白かったです。当たり前の話ですけど、熱々のシロップをバターにかけたらバターが溶けちゃいましたが、これでいいんでしょうか。ジンジャーパウダーとシナモンパウダーをたっぷり加えます。めちゃくちゃいい匂いがしてきました。なんていうかクリスマスの匂いです。生姜とシナモンで体がポカポカしてきそうな、この蒸し暑い季節には全然ふさわしくないですね。粉と合わせて切り混ぜていきます。この生地を型に流しました。レシピには型に流すなんて書いていないんですね。ボール状の生地を天板に並べるようなレシピなんですが、私の生地はどう見ても球体になるそうで型に入れたんですけど、この恋は大失敗の元でした。とてもアホでした。何が他かというと、この生地は熱が入って横に大きく広がるんですね。でも型に入ると横に広がらないので上に膨らんでしまうんです。でもケーキみたいに上に膨らんでしまうとカリッと焼けないので、途中で型から出しました。型から出した大きな生地を焼いてる間に先に焼けたものをいただきます。最
初から型に入れていないこの生地は綺麗にまん丸です。出して追加焼きしていた生地が出てきました。これは見た目的に大丈夫でしょうか。美味しいのに見た目がひどすぎるこちらはどうにか虫の見た目にならないかなと思って盛り付けてみることにしました。ふと思い立って牛乳と一緒に合わせて食べてみたらすごくすごく合いました。動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。